エドワード・チャールズ・フォードは、アメリカ合衆国、ニューヨーク州ニューヨーク出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。選手生活のすべてを、ニューヨークヤンキースで過ごし、球団史上最多の通算236勝を記録。ワールドシリーズでの通算22先発、10勝94奪三振、146投球回はいずれも、歴代1位である。ニックネームは、チェアマン・オブ・ザ・ボード。 ニューヨーク市で生まれ育ち、1947年にニューヨークヤンキースと契約。ケイシー・ステンゲル監督に高く評価され、1950年7月1日にメジャーデビュー。背番号は19。デビュー戦は中継当番による5失点で勝ち負けつかず、3戦目に8回、3失点で初勝利を挙げてからは9連勝を記録。新人王の投票では、 ボルトドロッポに次ぐ2位の票を集めた。1951年から1952年までは朝鮮戦争に従軍し、フォードは通信兵に配属された。電柱で作業中に転落事故に遭い、一時は選手生命危ぶまれるほどの怪我を負ったが、懸命なリハビリの末1953年にチームに復帰、同年18勝6敗を記録した。1955年には、 最多勝ち、1956年には、最優秀防御率、最高勝率、1958年には、最優秀防御率、1961年と1963年には、最多勝ち、最高勝率を獲得し、ヤンキースのエースとして活躍。1961年には、ベーブルースの29回に、3イニングを上回り33回に、 3イニング連続無失点のワールドシリーズ記録を受立し、ワールドシリーズ MVP に輝く。同年、サイヤング賞を受賞した。1967年に現役引退。1974年にチームメイトのミッキー・マントルと共に野球伝道入りを果たした。同年、フォードの背番号16はヤンキースの永久欠番に指定されている。 2020年10月8日、ロングアイランドのレイクサクセスにある自宅で、2020年のアメリカンリーグ地区シリーズの第4戦を観戦しながら、家族に囲まれて91歳で死去。フォードの不法を受け、ヤンキースは翌日の地区シリーズ第5戦において、ユニフォームの袖に16のパッチをつけてプレーした。フォードの背番号、16、 ニューヨークヤンキースの永久欠番に9 7 4年指定。2010年カーブが決め球の技巧派投手。テッド・ウィリアムズは、フォードは私が対戦した中で5本の指に入るほど素晴らしい投手だった。投球のコンビネーションが良く、私は引っ張ることすらできなかった。私が彼から奪ったヒットは流し打ったものばかり。嫉妬がないから、 本当に苦労したものだよ、とフォードの投球術を表した。投手としての球種は、カから、ブチェンジアップ、シンカー、スライダー。特筆すべきは、フォードの投手としての通算勝率。690で、これは20世紀の200勝以上の投手では、最高勝率になり、これを上回るのは19世紀のアルバートスポルディングのみである。 フォードは、スピットボールなどの不正投球を噂されていた。引退後、本人もこれを認めるような発言をしている。ありがとうございます。